パリのノートルダム大聖堂のガーゴイルガーゴイルは、雨どいの機能を持つ、怪物などをかたどった彫刻である。単なる、雨どい単体や彫刻単体では、ガーゴイルとは呼ばない。本来の意味である彫刻としてのガーゴイルは、主として、西洋建築の屋根に設置され、雨どいから流れてくる水の排出口としての機能を持つ。フランス語では、ガルグユ、イタリア語では、 どっちをね、ドイツ語では、アウスグス、バッサーシュパヤー。中国語では、石像器という。日本語では、トイクチバシともいう。英語のガーゴイルはフランス語のガルグイに由来する。ゲンは、喉であり、その禁煙語は、水が流れる時の、ゴボゴボというような音を表すゴコンガーから、派生している。ガーゴイルは、雨どいである。そして、芸術であるとともに、 宗教的意味合いが強い。例えば古代エジプトでは寺院の平らな屋根の上にガーゴイルがあり、その吐き出す水で聖杯などを洗っていた。また、古代ギリシアの神殿では屋根の突出部についた大遺跡でできたライオンの口やテラコッタでできた貝殻から水が流れ出るようになっていた。さらにポンペイで発見された数多くのテラコッタのガーゴイルは 様々な動物をかたどったものであった。怪物の姿をしたガーゴイルの多くは中世以降に登場するが、悪魔、怪物、架空の動物などグロテスクなものから普通の人間や動物も使われ、その形態は幅広い。動物の姿をした石造りのアマドイは古代からあるが、中世ヨーロッパの青銅建築にはもともとアマドイはなかった。しかし、 13世紀に盛んに建設されたゴシック建築の大聖堂は高く勾配の急な屋根を特徴としており雨水が勢いよく流れ落ちるようになっていた。そのため雨水が壁面を濡らして漆喰を犯さぬように外壁から離れて水を落とすと水口が必要となった。それは単なる水落としではなくグロデスクな動物や怪物の姿に造形され、 その口から水を吐き出すようにできている装飾的な雨どいであった。19世紀の建築家ビオレル・デュックによると、大聖堂にガーゴイルを設置した最初の例は1220年頃の乱大聖堂のものであるが、それは素朴ながらすでに動物の頭部を模したものであった。その後、ガーゴイルは次第に洗練度を高め、より複雑に装飾的になっていった。 パリのノートルダム大聖堂のグロテスクパリのノートルダム大聖堂に多数見られる怪物群はガーゴイルとして有名であるがその多くは19世紀に行われた修復の際にビオレル・デュックラが加えたものであるもともとあった外壁の彫刻はフランス革命の頃にほとんど破壊されてしまったノートルダム大聖堂には小灯の基部の欄干からパリ市街を平鎖するように据えられた 悪魔のような像があるが、この怪物像は、雨どいのようをなしておらず、シメールあるいは、グロデスクと呼ばれている。ガーン・フォイルの象徴的意味に関して、美術史家、エミール・マールは、こうしたガーン・ホイルの姿は、民衆の想像力を反映しているのみで特段の意味はない、と論じた。ユイスマンスは、ガーゴイルは大聖堂から罪を外部へ吐き出している、状況を表していると指摘した。 ロマネスクの聖堂にも奇怪な動物や人間の顔面が見られるが、それらは古くからの伝統に由来しており、古代の人面装飾との関連を指摘する向きもある。動物の面や頭部の彫像は古来、魔除けに用いられてきた。美術史屋のマスギムネオは、ゴシック期の13世紀に製作されたガーゴイルは、そうしたロマネスク聖堂にも見られる、建物を守護する、 動物像の伝統を引き継いだものではないかと考察している。14から15世紀の後期ゴシックでは、こうした異様の動物像は、次第に滑稽味のある人間像のガーゴイルにとって変わられ、動物や悪魔的姿のガーゴイルは衰退していく。とはいえ、今でもわずかながら教会堂にガーゴイルの衣装を作り上げる例は存在する。バルセロナのサグラダ・ファミリアでは、アントニガウディが、 ヘビやトカゲの形態のガーゴイルを残している。スイスの建築カルコルビュジエは、ロンシャンの礼拝堂で、ガーゴイルを取り入れている。小説などでは、その不気味な姿から、石像であるガーゴイルが石を持って動き出し人間を襲うといった風に描かれることが多く、怪物以外にも、鳥やライオンなどといったものも登場している。パリのノートルダム大聖堂のクロテスク現代では、 テリー・プラジェットの書いたディスクワールドシリーズなどのファンタジー小説やディズニーのアニメ、ファンタジー世界を舞台とする多数のコンピュータ、RPG テーブルトーク RPG などにも登場している。ことゲーム上で敵として描かれる場合には侵入者を防ぐためだけに存在し、魔法で作成されたため老化もせず、休息も食事も取らないや、石像であるため、 打撃や斬撃などの攻撃も通用しないか、かなり効果が制限されるなどのイメージも、ファンタジー RPG 作品を中心に定着している。一方、ディズニー製作のガーゴイルズでは、古代から中世の世界においては、世界中に存在していた超人的な存在として、また現代に蘇ったガーゴイルの主人公とその、娘をヒーローとして描く一方、 主人公の元妻の邪悪ナガーゴイルが人類の滅亡を目指し対立する。日光を浴びると石化してしまうため夜だけ活動しているという設定だがコミック版では変身状態では石化しないなど設定が異なる。ロボットアニメに登場することは少ないがゾイドではロードゲールのモチーフとなっている。ディズニーアニメのノートルダムの鐘ではコミカルナガーゴイルが登場する。 星守監督作品には、ガーゴイル像がよく登場する。最初に使用した、放課後から始まり後、ヘルプ、や、じゃじゃ馬ならし、世にも奇妙な物語映画の特別編、地図などでも多く使用されるなど、星守演出の定番となっている。ありがとうございます。